ジョエル・アンソニーこと、ジョエル・ヴィンセント・アンソニーは、カナダ・ケベック州モントリオール出身の、プロバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートなどに所属していた。ポジションはセンター。206センチメートル、118キログラム。ケベック州モントリオールの高校を卒業ごとベーシ、フロリダ州ペンサコーラのペンサコーラジュニアカレッジに、リクルーティングされた。 二年後に、ネバダ大学ラスベガス校に、編入、三年時の2004から05シーズンに、チームトップ、マウンテンウエストカンファレンス4位のブロックショットを上げた。しかし、翌シーズンはプレーせず、2006から07シーズンに復帰、40分あたりのブロックショットで、NCWA2 位の数字となる6.77ブロックを上げて、カンファレンス最優秀守備選手に選ばれた。 2007年2月7日のテキサス・クリスチャン大学戦では13ブロック、11リバウンドを上げてシーズン唯一のダブルダブルを記録した。2007年7月、マイアミヒートと2年目のオプションを含む1年契約を結んだ。2007から08シーズン、彼は24試合に出場し、平均3.5得点、3.9リバウンドを上げた。 2008から09シーズンには、自身初のプレイオフを味わったが、1回戦で、アトランタホークスに3勝4敗で敗れシーズンを終えた。2009年7月に再契約を果たした。2010年7月、チームには、フリーエージェントで、レブロン・ジェームズ、クリス・ボッシュが加わった。アンソニーも7月16日に5年間1800万ドルの契約を結んだ。この年チームは、 イースタンカンファレンスでシカゴブルズに次ぐ58勝24敗の成績で終え NBA ファイナルに進出したがダラスマーベリックスに2勝4敗で敗れた。ファイナルでアンソニーは平均20.5分プレーし1、3得点、3.5リバウンドを記録している。その後2012から13年にかけて NBA 優勝を経験。さらにその後は ボストンセルティックス、デトロイトピストンズを転々とした。2016年9月19日、サンアントニオスパーズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだが、シーズン開幕前に解雇された。以降無所属の状態が続いたが、スパーズは2017年1月23日、パウガソルが左手を骨折し、1ヶ月の戦線離脱が決定したのを受け、 アンソニーと10日間契約を締結。2度目の契約を経て2月12日に正式にシーズン終了までの契約を結んだ。2017年9月24日、ミルウォーキーバックスとトレーニングキャンプに関する契約を結んだが、開幕直前に解雇された。2008年、カナダ代表に選ばれ、北京オリンピック予選に出場し活躍したが、 チームはオリンピックに出場することはできなかった。2009年バスケットボール男子アメリカ選手権では、準決勝のブラジル戦で敗れはしたものの17得点、8リバウンドを上げる活躍を見せるなど、チームの4位に貢献した。2010年バスケットボール世界選手権にも出場したが、チームは同大会におけるカナダの史上最低記録となる5連敗に終わった。 ありがとうございます。